つぼみ、ガに毛が見えるイガホウズキフィジリアストラムチナーテムマキノは、ナスカの総本。ホウズキのように額が果実を包むが、その表面に、多数の突起がある。柔らかな多年生の総本。茎は立ち上がって高さ50から70センチメートルになる。茎は、股状に分子し、全体にまばらに難毛がある。葉質は膜質。葉は、 卵形から甲卵形で先は急に狭まって尖り、基部も急に狭まり、2から4センチメートルの傭兵になる。葉の縁は滑らか。葉芯は、長さ4から13センチメートル、幅3から10センチメートル。葉は五星だが、一つの節から2枚が出る。花期は6から8月。葉液から1から4個の花を出す。 家系は細く、開花時で1から1.5センチメートルで垂れ下がり、果実の時期には1.5から2.5センチメートルに伸びる。額は、開花期には、短い小形で浅く5列し、外側には短い太い毛が密生する。果敢は、紅白色で、広い小形、計5ミリメートル、先端は、ごく浅く5列し、外面に短い毛が多く、下側には長い毛が多数ある。 果実は液化でぶら下がってこなすと白くなり、計1センチメートルほど。額は果実に合わせて膨らみ、表面に接して包み込み、先端部に口が開く。額の表面にはまばらに、針状の突起が並ぶが、これは花時には、額表面の端毛だったものが発達したものである。果実が熟すと、その先端が額の先端の口から見えるようになる。 北海道から九州に分布し、国外では朝鮮と中国北部及び東北地方に知られる。日本では産地の林園や木陰に生える。イガホウズ月属には東アジアに4種があり、日本には本種ともう1種、アオ青ズキピージャポニカムがある。やはり額は果実を包んで伸びるが、その形は壺型で表面に突起は少ない。また果実が、 額の先端から見えることもない。宝月属ピジサリスのものは果実を包む額がより大きく膨らみ、果実を緩く包む点で異なる。牧野には子供が果実を食べることがある胸の記述があるが他では見ていない。ありがとうございます。